フェラーリ312回1シリーズは、スクーデリア・フェラーリが1966年から1969年にかけて F1 世界選手権用に開発、使用したフォーミュラワンカーである。開発担当者は、マウロ・フォルギエリ。国際自動車連盟は1966年シーズンから、エンジンに関わるレギュレーションを変更し、自然吸気エンジンは3リッター以下。 下級機付きの場合は1.5リッター以下というものになった。本マシンはそのレギュレーション変更に対応して開発されたものである。エンジン排気量の倍増という変更はフェラーリにとって有利に働くと考えられた。イギリス系チームは新規定に見合う量販系エンジンの確保に苦労しており、日本のホンダは自社製 V12 エンジンの開発が遅れていた。 それに対し、フェラーリは、スポーツカーレースの分野で 3000cc クラスのエンジン開発に長けており、ライバルに先んじて準備することができた。1952年や1961年のレギュレーション変更時にも、フェラーリは F2 エンジンを流用して、シーズンを接見した経験があった。ロレンツォ・バンディーニの乗る312回1、66312回、 1>, 1は1965年の末、他チームに先駆けて発表された。シャーシはまだエンジンを構造体とはしない後部まで伸びた、セミモノコックで、1969年型の312回、1、69まで続いた。エンジンは、新規開発を行わず、スポーツプロトタイプカーの 275P2 に搭載されていた3.3リッターエンジンをデチューンして、 搭載した。総排気量 2989cc、60度、V 型12気筒 DOHC、ボアストローク 77mm53.5mm、mm、1シリンダーあたり、9機1、排気1の2バルブ、最高出力は、高潮360馬力、1万 rpm。燃料供給は、ルーカス社製燃料噴射装置を採用していた。 タイヤは当初ダンロップ製だったが車体にマッチせず、後半戦はファイアストンに変更した。1966年シーズン開幕当初、エースドライバーのジョン・サーティースのみが312回1をドライブし、チームメイトのロレンツォ・バンディには、第2戦までタスマンシリーズ用マシンを流用した246回1から66を使用した。サーティースは、 第2戦ベルギー GP で、ポール・トゥ・ウィンを達成したが、熟成が遅れる312回1よりも246回1を使用すべきだと訴えて、チームと対立した。そして、第3戦の前に行われたルマン24時間レースで、チームマネージャーと衝突し、フェラーリから去っていった。1966年の第7戦イタリア GP では、9機に、 排気1の3バルブのシリンダーヘッドツインスパークが採用された。最高出力は高潮390バーリキ1万 rpm。この地元レースではルドビコスカルフィオッティとマイクパークスがワンツーフィニッシュを果たした。フェラーリ優位の予想は裏切られ軽量かつ信頼性の高いレプコエンジンを搭載したブラバムがコンストラクターズタイトルを獲得した。 フェラーリはブラバムに次ぐランキング2位だったが、その成績は、ロータスや、BRM が、H16 エンジンにつまずいたおかげでもあった。当時、フェラーリは、ルマンデ・フォードと、全面対決中であり、工場ストライキにより、イギリス GP を欠場するなど、F1 に集中できるようなチーム状況ではなかった。翌1967年シーズンは、312話、 大きな変更もなく、開幕を迎えたが、マシンの操縦性やパワー不足などの問題は解決していなかった。ドライバーは相次いで不幸に見舞われ、モナコ GP では、エースのロレンツォ・バンディーニが火傷を負って死亡。パークスもベルギー GP で重傷を負い、ショックを受けたスカルフィオッティは引退。後半戦は、新加入したクリス・エーモンの1台のみでシーズンを戦わざるを得なかった。 ベストリーザルトは3位4回未勝利に終わりランキング5位へ転落した。さらにこの年のオランダ GP から登場したフォードコスワース DFV エンジンとそれを搭載したロータス49の存在がフェラーリを苦しめることになった。第9戦イタリア GP では4バルブ化したエンジンを投入。それまでのツインスパークは採用されず通常の単点化になっていた。 また、旧排義ポートの位置が逆になり、旧機関は、カムシャフトの間、排機関は、V バンクの谷間に配置されていた。最高出力は交馬力、高渉410バーリキ、1600rpm。第5000オランダ GP にて、センターウィング装備の312回位置、68を、ドライブするイクス。 1968年シーズンの第3戦モナコ GP でロータス49バイトがリアスポイラーを装着すると第4戦ベルギー GP ではフェラーリとブラバムがエンジン上部にセンターウィングをマウントしたスポーツカーレースのシャパラルという先駆者がいたが F1 では初めてウィングを装着したマシンの一つとなった後にウィングは油圧化変式へと改良され ドライバーがコクピットから調節可能になった。レギュラードライバーは A モンと新加入のジャッキー X。A モンはサンドポールポジションを獲得するなど速さを見せたが、首位走行中のマシントラブルなどにより一勝もできなかった。X は一勝 1PP を記録してチャンピオン争いに絡んだが、第10戦カナダ GP 予選中に足を骨折してしまった。 コンストラクターズランキングは4位。1969年はエンジンのポート配置が再び通常のバンク外廃棄に戻された。シリンダーヘッドの改良でパワーアップを図ったが信頼性不足を露呈しエンジントラブルが頻発した。最高出力は高渉436馬力リキ 11000rpm。前年1000をつけたウィングは 開発競争によって前後ハイマウント式にまで進化したがモナコ GP 中に大幅規制を受け高さの低い固定式に変更されたチームの資金難により前半戦はエーモンの一大体制での参戦にとどまったエーモンは地元イタリア GP で予選落ちした後チームを離脱し終盤戦はペドロ・ロドリゲスの一大体制になったシーズン獲得ポイントは わずか7点、ランキング6位という散々な結果に終わり、フェラーリは、新開発の12気筒ボクサーエンジンを搭載する312バイトに、期待をつなぐしかなかった。AB312F1 から66、フェラーリ .com。2013年2月17日閲覧。AB312F1 から67、フェラーリ .com。 2013年5月1日閲覧 AB312F1 から 68Ferrari.com2013 年5月1日閲覧 AB312F1 から 69Ferrari.com2013 年5月1日閲覧ありがとうございます。